お前を大将軍に任命する。私が起用した意味分かっていような。背いてはならぬぞ。お任せくださるのなら責任は果たします。ここまで来るのに随分時を費やしたな。ま、よく言えばこの時に備えて私服してたってとこか。本当の戦いはここからね。私たちの手で乱世を終わらせる。もう後戻りはできない。どんな嵐が待ち受けていようと。さあさあ、いかがです？ん？喋るんじゃねえ。ありがとう、あなたと会えてよかった。
心するがいい。今日よりお前は少子規の妻だ。そんな瞳で見つめるな。さあ行くぞ。